イグナシーとかにある転送装置と同じじゃないか。動くかどうか調べてみましょう。無事に動いたようね。これでイグナシーまでは戻れるようになったな。栄光なる風よ、我が
状態を表しているのか。ここまでだ地上軍よ。ヒューゴ、ここで出てきよったか。まさかベルクラントに乗り込んでくるとはな。君たちの悪あがきには感服した。ヒューゴ、お前の野望もここまでだ。これ以上あなたが頼りにしていた側近ももういません。残るあなただけです。覚悟はいい？お前に勝ち目はない。天地戦争はこれで終わりだ。勝ち目がないときたか。何がおかしいのよ。君たちの無邪気さがだよ。リオンから聞かなかったのかね。リオンから？何を？私がどれほどの力を持つかだよ。全く聞かなかったのかね。あの少年剣士が床に這いつくばり、泣いて私に許しをこうたありさまを。リオンを侮辱するな。あいつはそんなことしない。せっかく会ったのだ、一つ相手をしてやろう。リオンの時は歯応えがなさすぎてわざわざ出すまでもなかったがな。ソーディアンドボイ、この剣に見覚えがあるだろう。あれは、そんな、まさか。ベルセリウス、ベルセリウスだって。先の天地戦争の際失われた6本目のソーディアンよ。どうしてあそこにあるのじゃ。あれがベルセリウスは天上軍の残党の手で密かに地上へ運ばれていたのだよ。カルバレイスで保管されていたものを私が手に入れたというわけだ。でもベルセリウスはあの時の戦いで破損したはず。壊れているかどうかは手合わせしてみればわかるだろう。ベルセリウス、本当にお前なのか。聞こえているなら返事をしろ。ベルセリウス、覚悟はいいか虫けらどもよ。ベルセリウスの刃にかかり果てるがよい。これはただ私がそうです。どうしよう。
ベルセリオスに一体何が。まだ立つ気なの。
攻撃で私を倒せるなどと思うな。下船な地上の民がいくらあがこうと至高の存在たる私にかなわないか。このベルセリオスのある神、私は無敵だ。お前誰だ。さっきから何か変だ。お前は本当にヒューゴなのか。実は別の誰かなんじゃないのか。スタン、あんた何言ってるの。どうなんだ、答えろ。下船な地上の民にしてはなかなかいい顔をしている。この声は。そこまで気づいたからには我が死にする。バカな、あれは誰だ。ミクトラ。降臨だ。天井王たる私が再び元素に降臨したぞ。なぜじゃ、なぜじゃ。そんな、ミクトラがどうして実体化できるの。我々天井軍の技術力は地上軍の上を行っていたということだ。素材となる肉体と神の目の力があれば死しての地の復活も可能なのだよ。これも神の目の力だというのか。人の体を素材呼ばわりするなんて。ミクトラ、全部お前がやったことなんだな。何もかもお前の仕業だったんだ。そうだとしたらどうする。やっぱりソーディアンどもよ、お前たちはかつての戦いで私が相打ちになったと思っていたのだろう。甘いわ。あの時私は己の人格をベルセリオスに照射していた。そしてベルセリオスを我が物とし、その中に潜んでいたのだ。なんじゃと。壊れたふりをするのは屈辱だったが、おかげで面白い知識も手に入った。ベルセリオスの元人格はなかなかの頭脳の持ち主だな。カーレルのことね。カーレルだと。まあいい。それでお前は鏡面バリアを開発したいって言ったんだな。ヒューゴが私を手に入れた際、私は奴の意識を乗っ取った。そして今まで私の操り人形にしていたというわけだ。ヒューゴも所詮は下船な地上の民、そうでなければここまでできぬわ。あんた許さないわよ。ヒューゴの肩を持つわけじゃないけど、あんたのやったことは絶対に許せない。ベルクラントの発射準備が整ったようだ。これで外郭は完成する。汚らわしい地上が闇に閉ざされるのだ。この後は王たる私の支配のもと、選ばれし者の楽園が天井に築かれる。そんなことさせるか。無駄な悪あがきよ。ならばこれを見るがいい。セリオスから光る。とてつもない圧力じゃ。こんなベルセリオスは知らん。肩慣らしがてら遊んでやろう。エセソーディアンマスターが何人いようと私の敵ではない。なんだと。お前たちと私とでは格が違うのだ。思い知ったか。神の目が。地上が永劫の闇に閉ざされる様、しかと見届けるがいい。やめろ。
ベルクラント発射だ。やれ！完成してしまったのか。ここまで来たってのに、くそこれで我が天上軍の完全勝利だ。このまま貴様たちにとどめを刺してやる。ありがたく思うがいい。天上王たる私が直に手を下すのだからな。最初はお前だ、ルーディ。特別扱いしてくれるの、ありがたくて涙が出るわね。ヒューゴはお前のことをいつも気にしていたぞ。何ですって。私に肉体を乗っ取られた後もヒューゴの意識はある程度残っていた。故に分かったのだ、あの男は絶えず悩み続けていた。自分が父親であることを何とかして伝えることはできないかとな。下賤な輩の考えそうなことだ。私はいつも嘲笑っていたものよ。あんたね、そう聞いたところで何もできない。残念だったな。あんたね、ふざけんな。なんだと。天上人は地上の人間と違わないって聞いたけど、お前は別だ。お前には人の心がない。家族がお互いを大切に思う気持ちを笑うなんて最低だ。お前が地上の人間より優れているなんてことあるものか。黙れ。うわ、生意気な虫けらめ、次は貴様を始末してやろう。さあ、しっかりしろ。さあ、さて、覚悟はいいか、ルーティ・カトレット、ヒューゴ・ジルクリストの愛しい娘よ。お父さん、どうしたことだ。体が動っか。ルーティ、聞こえるか。ヒューゴの声。何が起こっているのだ。時間がない。この場は脱出しろ。今からベルクラントを切り離す。そのまま地上へ。おのれ、ヒューゴの意識が肉体に残留していたか。保釈な。ヒューゴ、貴様。私の思念はもうすぐ消える。その前に急げ。待って。こんな私を父と呼んでくれて嬉しかったぞ。お前には何一つしてやれなかったのに。ルディ、ヒューゴさんの言う通りにしよう。でも。ありがとう、ルディ。無事で。予算か。お父さん。
一体何が起きたって言うんだ。空から何が落ちてきた。おいフェイト、何か光のようなものが見えるぞ。何が光っているんだ。あれは、おいもっと速度を上げろ。あそこにスタンたちがいる。ここは、ん、目を覚ましたか。ジョニーさん、フェイトさん、他の方々も全員救出しました。ご安心ください。どうしてここに。言ったろ、お前さんたちがピンチに陥った時に颯爽と助けに現れてやるって。ルーティーは衰弱が激しかったようで眠っています。命には別状ありません。そうですか。スタンさん大丈夫、こっちも眠っただけだ。ゆっくり休むがいいさ。せめて今だけでもな。天井王ミクトランとの。はい、かつて天井界を全ていた人物で、今回の騒動の張本人でもあります。リオンが神の目を奪ったのも、ヒューゴが地上を攻撃したのも、空が外郭で覆われたのも、そもそもはグレバムの乱すらも、全てミクトランの策のうちだったというのか。古の天井王、どのような人物だったのだ。一言で表すなら圧倒的。全身から吹き出す暴風のような威圧感、ベルセリオスを軽々と操る実力、何もかも桁外れでした。逃げ出すのが精一杯だった。あれは相手が悪すぎる。せめて神の目を奪還できていれば、己の無力さを痛感しております。いや、責任を問われるのはむしろ我が国の方です。我が国がヒューゴの正体を見抜けず徴用したせいでこんな事態に。過ぎたことを悔いるより、これからのことを考えましょう。偶然ではありますが、今この場には3カ国の首脳が揃っています。早急に国家間の連携体制を整え、対抗策を打ち出すべきでしょう。地上連合軍対天井軍、まさに天地戦争だな。ソーディアンマスター無職も何か考えがあれば聞かせてほしい。俺たちはもう一度上へ上がります。いや、一度と言わず何度でも、ミクトランを倒すまで諦めません。そうだろう、ディムロス。ああ、それはもちろんだが。皆さん。レイノルズさん。傷だらけじゃねえか。どうしたってんだ。すみません、皆さん。ラディスローが陥落しました。なんだと。私たちも必死で防戦したのですが、天井型の猛攻に耐えられず、もう無重量エレベーターを使用できません。リトラーはどうなったんですか。司令は、早く手当てを。ラディスローが失われたとなると、私たちが上に上がる術はないぞ。そんな、申し上げます。今度は何事だ。クレスタ駐在部隊から支援要請です。空から降ってきたモンスターの大群に町が攻撃を受けていると。クレスタですって。ミクトランめ、地上を闇に閉ざすだけでは飽き足らず、我らを殴り殺しにすぎただろう。おのれ、わざと我が軍の防備が手薄なところを狙ってきたか。どうしてよ。やめてよ、冗談じゃないわ。押していられない、すぐに戻らなくちゃ。
それには及ばん。すぐに我が軍の救援部隊を送りゆえ。そんなの信用できるわけないでしょ。待つんだルーティ、俺も行く。スター、いや俺たちもだな。状況は切迫しているようです。すぐに動ける私たちが向かった方がいいですわ。分かった、諸君に任せる。救援部隊も準備ができ次第派遣。俺も一緒に行くぜ。ジョニーさん、今は少しでも手が必要なはずだ。こんな俺でも戦力の足しにはなるぜ。それにアクアベイルの代表選手がチームにいないのも変だろ。私たちの間ではすでに話がついています。ありがとうございます、助かります。よし、すぐにクレスタへ向かおう。クレスタの町をモンスターから守らなくちゃ。急ごう。お願い、みんな無事でいて。お姉ちゃんすぐに行くから。ジョニーさんが一緒に戦ってくれるなんて心強いです。もっと早く合流すればよかったな。まあこれからよろしく頼むぜ。こちらこそよろしくお願いします。クレスタはダリルシェードを出て東の方角だ。急ごう。アクアベイルの代表選手って言ったな。そんなに強いのか。どうだろうな、少しは役に立つだろうとうぬぼれてはいるんだが。俺様はノイスタットのチャンピオンだ。どっちが強いかいずれ闘技場で白黒つけるとしようぜ。コングマン、何を張り合っているのだ。
寺院はどうなってるの？早く早く孤児院へ！私の家族に手出すんじゃないわよ！始め！エルゼーブ！ブレイク！アイスリー！シュシュシュ！オーラ！ガーリー！クリスリー！クリスリー！アイスリー！アイスリー！ファンダリア国境に展開していた部隊をこちらに向かわせています。
直に到着すると思いますが。じゃあその部隊が来るまで私が残って持ちこたえるわ。みんなは悪いけど先に行っててくれる？大丈夫だよルーティー姉ちゃん。うん、ここはいいからダリルシェードに戻って。え、今のルーティー姉ちゃんは私たちだけの姉ちゃんじゃないから。私たちを助けてくれたみたいにダリルシェードの人たちも助けてあげて。それができるのはルーティー姉ちゃんだけだもんな。あんたたちありがとう。今の言葉でお姉ちゃんすっごく元気出た。ルーティー姉ちゃん頑張れ頑張れ。あんたたちって最高。私に無限の力をくれる天使ね。というわけだからやっぱり私も一緒に行くわ。部隊が到着するまで町は我々が何としても支持します。わかりました、よろしくお願いします。今度はダリルシェードがモンスターに襲われている。グズグズしてはいられないぞ。クレスタから西へ行けばいいんですよね。急ぎましょう。ミクトラン、攻撃の手を増してきたな。アンダリアは大丈夫でしょうか？おじいちゃんが心配です。信じるしかあるまい。我が国の民は苦境を乗り越える強さを持っているはずだ。今は私たちのやるべきことをやろう。分かったね、チェルシー。はい。ダリルシェードはクレスタの西だったな。急いで戻ろう。ここにモンスターがいるぞ。後を追うんだ。町をモンスターから守るんだ。来たぞ。先行。そこだ。先行。先行。Oh!
つまでこんなことが続くんだ。また来ました、新手のモンスターです。こんな立て続けにですか。くそ、やられてたまるか。さすがの俺様も体力の限界だぜ。くじけるな、コングマンらしくないぞ。そうは言ってもこっちは生身だぜ。限界ってもんがあるだろう。お前それでもチャンピオンかよ。なんだとこの野郎。おっと、そこまでだスタン。ジョニーさん、今こんな状況にあるのはおそらくセインガルドだけじゃない。世界中の城や町が同じようにモンスターの攻撃を受けているだろう。ルーティーだけじゃない、みんな自分の家族や故郷が心配なんだ。それでもここで戦っている。これ以上は言わなくてもわかるな。ごめんコングマン、俺ちょっと苛立ってた。いいって、考えてみりゃおめえもフィッツガルドの人間だしな。そういえばリーネの村のことはあまり考えてなかったな。おいおい、忘れてたわけじゃないけど、心配なのも大事なのも当然だけど、なんだろう、もっとこう、まあそれはいいか。今はどうやって上へ行くかを考えないといけないもんな。ミクトランを倒して神の目を取り戻さないと。ひとまず一段落したようです。皆さんありがとうございました。うぅ、疲れちゃいました。この辺で少し休憩しませんか。賛成だ、休める時に休んでおかないとな。皆さんのことは私から陛下にご報告しておきます。では私たちは宿へ向かうとするか。休めるときに休んでおくのも大切だぜ。宿屋へ向かうとしよう。上へ行く方法か、どうすればいいんだろうな。ディムロス、何かいい案ないか？いや。どうしたんだよ、ディムロス。お前、地上に戻ってきてから様子が変じゃないか？ほとんど喋らなくなったし。そんなことはない。だったら一緒に考えてくれよ。これからどうすればいいのかをさ。そのことだな、スタン。お前たちは本当によくやった。だがもう無理だ。何つまらない冗談言ってるんだよ。リムロスには似合わないぞ。冗談などではない、
これは軍人としての冷静な判断だ。ウッドローも言っていた通り、そもそも我らに上へ上がる手段はない。そんなの、もしかしたらうまいやり方があるかもしれない。仮に上がれたとしてもだ、我らではミクトランに勝てない。やつの実力はもう見ただろ。次は勝てるかもしれない。やってみなくちゃわからないだろ。わかるのだ。我らではどうしてもやつにかなわない。理由もはっきりしている。どういうことだ。お前たち、俺たちに何か隠し事してないか。そんなことは。エセ・ソーディアン・マスター、ミクトランが私たちに投げつけた言葉ですわ。どういう意味かずっと考えていたんです。この中に答えが示されているのでは。どうなんだ、ソーディアンの諸君。ソーディアンが最大パワーを発揮するのに必要な条件がある。6本揃うことですか。いや、それも重要ではあるが、条件というわけではない。その条件とは、ソーディアンとマスターの人格が同一であることだ。え？使い手の精神と完全同調することで、ソーディアンは真の能力を発揮する。それが我らの本質なのだ。ミクトランがあれほど強かったのは、それも理由の一つだ。ベルセリオスのコアクリスタルはミクトランに上書きされたからの。そんな、私たちが別の人間である以上、元のマスターには及ばないと。だからミクトランは私たちを偽物呼ばわりしたのか。おそらくディムロスもそれが分かってて今まで俺に黙ってたってのか。その通りだ。ふざけるなよ。なんだよそれ、今さらそんなこと言うなよ。お前を騙したわけではない。我とて最善は尽くしたつもりだ。お前の成長ぶりは目覚ましかった。これならなんとかなると思った。だが相手がミクトランでは、それも限界なのだ。だから諦めろって言うのか。そんなことさせるかよ。ここまで連れてきておいて無責任なこと言うな。なんとかするんだよ、俺たちの手で。なんとか。無理なものは無理なのだ、ティムロス。お前に何か策があるのか。根性だけではどうにもならんのだぞ。すまん、言い過ぎた。スタンさん、聞こえるか、ミクトラン。お前はそこから地上を見下ろし、さぞいい気分だろうな。だがそれも今のうちだけだ。俺たちは決して諦めない。何年かかろうと、どれだけ苦労しようと、必ずそこまで行ってやる。地面に根を張る植物のように、しっかりと生きている地上の人間の強さ、必ず思い知らせてやる。覚えとけ。ごめんディムロス、俺頭あまり良くないせいか聞き分けも悪いんだ。だからどれだけ無理だって言われても納得できない。呆れるだろ。いや、私たちも同じ気持ちですわ。そうだとも。うん、今さら言うまでもねえ。一緒ですよ。ま、そういうことだ。みんな、そうか、わかったぞ。リーネのことをあまり考えなかった理由、俺にとってはリーネもそれ以外も全部ひっくるめて大切だからだ。俺やっぱり守りたいよ、この世界を守りたい。俺の大切な人たちがいるこの世界を。さあディムロス、お前の本当の気持ちを聞かせてくれ。軍人としての判断じゃなくて、お前自身がどう思っているかだ。それは、お前は剣の形をしてるけど、
中身は俺たちと同じ人間だろ。そんなお前はこの状況をどうしたいんだ。言うまでもないだろう。何とかしたいに決まっている。千年前苦労して取り戻した大地をみすみす奪われてなるものか。だったら一緒に考えよう。やれることは全部やってやろう。俺が頼りにならないんだったらもっと鍛えてくれよ。遠慮するな。そう、俺は元のマスターだったお前自身に近づきたい。お前と本当の意味で協力し合い、この世界を守る方法を見つけたいんだ。一緒にやっていこう、ディムロス。俺たちパートナーだろ。スカン、お前というやつを。レイノルズさんが意識を取り戻しました。研究室までお越しください。お伝えしたいことがあるそうです。上の様子がわかるかもしれない。行ってみよう。ええ、そうですね。レイノルズさんから何か話を聞けるかもしれない。研究室へ行ってみよう。研究室は城の中だったな。レイノルズの研究室は城の中だ。皆さん、ご心配をおかけしてすみませんでした。レイノルズさんが無事で本当に良かったです。外郭の上が今どうなっているかわかるか。僕はラディスローから脱出するのに必死で、そこまでは。そうか。実は皆さんをお呼びしたのは他でもありません。これを見ていただけますか。設計図、集積レンズ法。簡単に言えば、大量のレンズを集めエネルギーを束ねて打ち出す装置です。ベルクラントには及びませんが、外郭に穴を開けるくらいは可能かと。これなら地上にある設備や材料でなんとか作れそうじゃな。これはリトラーが。いえ、僕です。司令の助手を務める傍ら手探りで書き進めていたんです。もちろん司令の助言もたくさんいただきましたけどね。すごいじゃないですか、レイノルズさん。天井型にやられっぱなしなのが悔しかったんだ。ベルクラントが撃たれるのを見て、なんとかあれと同じものをと思って。やりましょう、地上の人間の底力を。俺たちにできることはありませんか。何でもやりますよ。希望はまだあるかもしれないのですね。そこで皆さんに司令が立案した最終作戦の内容をお伝えします。最終作戦だと。集積レンズ法で外郭に穴を開けてもそれで終わりではありません。皆さんにはもう一度大クロフトへ乗り込んでもらいます。そして全ての元凶たるミクトランを今度こそ。簡単に言ってくれるわね。今の私たちには上へ上がる手段すらないのだが。壊れた飛行竜は修復することが可能だそうです。本当ですか。生体金属ベルセリウムがあれば。ベルセリウムは極めて希少な金属だ。そんな簡単に見つかるものか。どこにあるかの心当たりは。何でもカルバレイスにあるジャンクランドへ行くといいそうです。そうか、なるほど。あそこには古代の産業廃棄物が堆積した場所がある。そこを探せばなんとかなるんだな。あ、でも仮に飛行竜が治ったとしても大クロフトの高度に届かないのでは。前はそれで失敗しているな。その点につきましてはご心配なく。完成した外郭の重みにより大クロフトの位置も下がっています。現在の大クロフトの高度なら飛行竜が治りさえすれば到達可能です。わあ、細かいことはよくわからねえが、いい感じじゃねえか。なるほど。僕はこれからすぐに集積レンズ法の制作に取り掛かります。ソーディアンチームの皆さんにはその間にお願いしたいことがあるんです。何でしょう。
一つは今言った飛行竜の修復、そしてもう一つソーディアンを強化してください。強化ってそんなことができるんですか？地上軍の研究施設があります。ソーディアン研究所のことか。あそこはさっきの天地戦争の後落盤で埋もれたはずじゃぞ。その研究施設は今でもあるのか？すでに確認済みです。ベルクラント攻撃の余波で土の中にあった施設が再び現れたとか。なんと。その施設にある装置を使えばソーディアンの強化が可能だそうです。本当の意味での強化が。それって本当の意味か。作戦の内容説明は以上です。これだけの逆境にありながら状況突破のための策を練り続ける、ニトラはさすがじゃな。それでこそ地上軍総司令だ。お前自分では諦めてたくせに何誇らしげになってるんだよ。まあいいや、ここまで聞かされたらやるしかない。みんなそう思うだろう。マネ、もちろんですわ。私たちは今までも困難な状況に打ち勝ってきたからな。おめえたちと一緒に行くぜ。どこまでもお供します。うん、言うまでもないだろ。よし、すぐに研究所へ向かおう。ソーディアンを強化するんだ。断っておくが、そんなに甘いものではないぞ。またそんなこと言ってるのか。せっかく希望の光が見えてきたのに水を差すことないだろう。スタン、お前は先ほど我にこう言ったな。自分が頼りにならないならもっと鍛えてくれと。その言葉に嘘はないか。当たり前だろ。本当だな。くどい。他の3人のマスターも同じ考えと思って構わないか。ええ、決まるね。こうなったら行くしかないの。ソーディアン研究所へ来るべき時が来たということだ。来ないで済むならその方が良かったかもしれんが。ティムロス、お前さっきから何をためらっているんだ。本当の意味での強化とは我らだけの問題ではない。さよう。剣は使い手によって持てる力を発揮するもの。すなわち強化とはマスターに対しても同時に行われねば意味がない。つまり俺たちに修行しろってことか。望むところだ。何でもやってやる。そんな生優しいものではない。生きるか死ぬかの一発勝負だ。ん？これから思う研究所でお前たちはかつてないほどの壁に遭遇するだろう。真のソーディアンマスターとなるための最終試練という壁に。最終試練。しつこいようだがもう一度だけ問う。スタン・エルロン、立ちはだかる壁を乗り越え真のマスターたらんことを欲するか。もちろんだ。どんな壁であろうと俺の決意は変わらない。いいだろう。ならば最後まで我はお前と行動を共にする。それがお前をパートナーに選んだ我の責任でもあるからだ。ディムロス、他の3人も異存はないの？ウッドロー陛下、帰国から急死が。国元に何かあったのか。とにかく一件の前をお越しください。国元に何かあったのか。越見の前行ってみよう。ダリス、無事でよかった。心配したぞ。マリーも元気そうだな。ダリス、君が来るとは思わなかった。国元で何かあったのか。国内各地に襲来したモンスターは今のところ全て食い止めている。そうか、それを聞いて安心した。私がここを訪れたのはダーゼン殿に届け物を頼まれたからだ。先のグレバムの乱で城を襲ったドラゴンを覚えているな。
あのドラゴンを改造して乗用可能にした。それが届け物だ。なんといつの間にそんな。あれは構造的には飛行竜と同じらしい。高度はあまり上げられないそうだが、どうかご活用ください。陛下のご活躍を信じております。と、これはダーゼン殿からの伝言だ。今は町の外に止めてある。行ってその目で確かめるといい。わかった。ありがたく使わせてもらおう。あのドラゴンで移動できるならこんな効率のいい方はないの。ソーディアン研究所でもそのまま乗り込めそうだ。なんだか風向きが変わりつつある気がしますね。月が巡ってくる時ってのは大体そんなものよ。ダリスさん、ありがとうございます。マリーをよろしく頼む。ファンダリアのことは任せてほしい。ウッドロー、私はお前に言われたことを忘れていない。だから無事に帰ってこい。私たちの祖国ファンダリア。約束しよう。それでソーディアンチームの諸君、今後の作戦は決まったのか。まずはソーディアン研究所へ行き戦力を強化します。その後でジャンクランドへ行きベルセリウムを取ってきます。私はその間に城の中庭にて集積レンズ砲の製作を進めます。ドライデン閣下にもご協力いただき、レンズの調達も同時に行う予定です。すでに国内全ての町や村にレンズの供出を呼びかけております。わかった。我が国は総力を挙げ諸君の行動を支援する。余自身が何もできないのは歯がゆいが、その分協力は惜しまぬつもりだ。頼んだぞ諸君。よし、それじゃあ俺たちはソーディアン研究所へ向かおう。ドラゴンに乗ってソーディアン研究所へ行こう。最終試練を乗り越えて真のソーディアンマスターになるんだ。昔戦ったドラゴンに自分たちが乗るなんて考えてみると不思議だけどね。それもそうですね。ドラゴンは町の外に止めてあるそうだ。行ってみよう。剣と会話するってのは一体どんな気分だ。普通の人と話してる時と別に変わらないですね。最初は違和感あった気もするけど、すぐに慣れちゃったし。なるほどな。でも人前で堂々と喋るのは控えた方がいいかもしれないぜ。不思議なやつだと思われるかもしれない。今さらそんなこと言われてもね。町の外に出てみよう。この目でドラゴンを確かめればな。マスターになるための最終試練か。こうなったらやるしかないわね。ソーディアン研究所までドラゴンでひとっ飛びだ。最初にベルクラントが打ち込まれた地点を目指せばいいんですよね。さよう。ダリルシェードを出て西の方角じゃ。俺様がチャンピオンよ。コングマンは何をやってるんだ。俺様がチャンピオンよ。目障りだからフィリア、そろそろやめさせて。私が言うんですか。俺様がチャンピオンよ。よし、次はこれでいくぜ。勝利ポーズの練習だったのか。これはもう災害みたいなものね。ソーディアン研究所はダリルシェードの西じゃ。ドラゴンでなければいけんぞい。
て残っているとは驚きじゃの。中がどうなっているかは分からない。くれぐれも油断せよな。ソーリアンを強化する装置は研究所の一番奥にある。Thank you.
これがソーディアンを強化する装置か。さよう、きちんと動けばよいのじゃが、フィリア、一番手前の装置のところへ。はい。壊れてはいないようね。第一関門突破というところかしら。では始めるとしよう。まずは我らソーディアンだけを別々の装置に収めるんだ。わかった。無事か？ああ、なんとかうまくいったようだ。これで私たちの物理面での強化は完了したわ。見た目は特に変わってないようだけど。中身は別物だ。闘神の合成、エネルギーの変換効率、全てが格段に向上している。よし、じゃあ次は俺たちの番だな。そうだ、準備ができ次第我らを携えて装置に入るがいい。最終試練に臨む準備ができたら装置に入るがいい。これからわしらの意識はこの世であってこの世でない場所へ飛ぶ。そこでわしらは最終試練に臨むのじゃ。もし失敗したらどうなる。二度と目覚めることはない。肉体に損傷がなくても意識は完全に失われるでしょうね。それって死んでも当然じゃない。さすが一発勝負ね。さあ、お前は我の元のマスターに近づきたいと言っていたな。ああ、そんなふぬけたことを言っていては到底生還はおぼつかんぞ。近づくだけではダメなのだ。やるからには超えるつもりでいけ。わかった。では全員装置に入るのじゃ。チェルシー、スイッチを入れてくれ。お前たちならきっと大丈夫だ。絶対戻ってくるんだぜ、幸運を。では行きます。自分だったら迷ったりすることもないもんな。だがそれは言うならば結果が分かりきっていること。それではダメな場合もあるのだ。そう、今のようにリトラーはそんな我らを見透かして真の意味での強化をと言ったのだろう。あの言葉はマスターであるお前たちももちろん対象としているが、やはり本質的には我らの覚悟を促すものだったと思う。俺、思ったんだけどさ、人格が同じってことは 1×1 を1にするってことだよな。うん、それはいつどんな時でも1であり、また1でしかないんだ。だけど別の人間同士が組めば可能性が無限に広がるかもしれない。俺はお前とだったらそれができると思ってる。そうだな、一緒に乗り越えようぜ、最終試練ってやつを。我にはお前の力が必要だ。共に戦ってくれるか。さあ、ああ、現れたぞ。
よく来たな、スタン。俺、お前に会える気がしてたよ。多分こうなるだろうって思った。そうか。ならば今さら名乗る必要はあるまい。ディムロス、いい目だ。すでに覚悟はできているようだな。もちろんさ。ソーディアンである我が分身はどうだ。我に対する問いかけも無用。ほう。我が名はディムロス。スタンが手にするソーディアンなり、マスターであるスタンと共に戦い勝利させることこそ。ディムロス、よかろう。このディムロス・ティンバー、お前たちの覚悟確かに見届けた。我を倒し、その手に勝利を掴んでみせよ。行くぞ。行くぞ。こそ真のパートナー、真のソーディアンチームじゃ。世界を頼む。未来をあなたたちの手で切り開いてちょうだい。さらばだ、我が分身。そして千年後の我が友よ。ありがとう、ディムロス。あとは任せてくれ。お前に託された使命は必ず全うしてみせる。私がわかるか、ルーティ。フィリアさん、しっかり。どうやら試練を無事に乗り越えたみたいだな。わかりますか。ああ、顔つきが見違えたぜ。本当の意味で吹っ切れたって感じだ。皆さん、ご心配をおかけしました。無事に目的を果たせましたわ。私たちは私たちだけで戦っていたわけではないのだな。私たちの帰りを願う仲間の思いが
試練に臨む私たちに。私のお祈りが届いたんですね。嬉しいです。そうか、俺たち最終試練に打ち勝ったんだな。その通りだ。よくやったな。よし、このまま一気に行くぞ。今度こそ絶対ミクトラに勝ってやる。その息だ、サン。今の俺たちなら何だってできそうな気がするな。そう、例えば神の目を壊すことだって。いや、それとこれとは話が別だ。なんだよ、ノリが悪いな。お前が調子に乗りすぎなのか。まったく油断するとすぐ超えた。お前こそやっぱり口うるさいのな。考えてみれば私たちって妙な集団よね。なんだかんだで12名の大所帯だし、しかもいるのは変なのばっかり。ん？誰が変だって？まあ中でも誰が一番なのかは分かり。さて、盛り上がってきたところで次の目的地行くかい？そうだな。確かカルバレイスにあるジャンクランドでしたね。次は飛行竜の修復をするためのベルセリウムを取りに行くのだったな。はい、ジャンクランドへ行きましょう。ジャンクランドってカルバレイスにあるって言ってたっけ？ええ、首都カルビオラから見て西の方角ですわ。今なら神の目が壊せるかもしれない。スタンの言ったことは正しいかもしれんの。それだけの力が私たち皆に備わったということですね。だが本当にそれをするとなると。今はミクトランの打倒に全力を尽くそう。神の目のことを考えるのはその後じゃ。ジャンクランドがあるのはカルバレイスの西です。ベルセリウムが見つかることを祈りましょう。それは不思議に思ってた。戦闘中も瓶を投げたりしてるしな。あ、わかりました。きっと服の中ですよ。実はものすごい重さの荷物を背負っているとか。女性は人目につかないところで凄まじい努力をしているものだからな。この場合当てはまるかどうかはわからんが。
立ち空を目指した。風に吹かれてくじけても。ジョニーさんの新しい曲ですわ。折れずに立ち上がり空に手を伸ばす。今度は何の歌かしらね。俺はとんがりとんがり頭だ。イエーイ。誰のことを歌っているのか分かりましたね。ジョニーナンバー30、俺はとんがりだ。まったく、あんたはどうしてそうなのよ。そんなこと言われても。本当に寝起きが悪いんだから、起こす私たちの身にもなりなさいよね。すいません。あの二人ってとても仲がいいですよね。チェルシーは大人だな。人の感情の機微をよく分かってる。私も早くウッドロー様と感情のぶつけ合いをしたいです。目標があるのはいいことだ。応援してやるぜ。ウッドロー様、何かお手伝いすることはありませんか。大丈夫だ、今のところ手は足りているよ。何かありましたらすぐに私に言いつけてくださいね。ありがとう、助かるよ。はい、ウッドロー様のお役に立つのが私の幸せですから。チェルシーさん頑張ってますね。けなげな娘じゃのう。